ギターに関するデジタル製品がかなりもう使ってる方が増えたと思うんですけれども、はい、僕はね、はい、デジタル製品は根本的にはテレビでしか使わないです。あ、テレビで。じゃあちょっと引き続き、はい、いろいろご質問を、はい、お時間許す限り、よろしくお願いします。もういくらでもどうぞ。結構でも僕、じゃあ古川さんの、要は、ブルースの映像とかちょっと見たことなかったので。いや、ないで、そういうこと。ないですよね、きっとね。僕東京に来る前から、はい、前の頃かな。是方裕邦さんって。はい、サンピックですか。うん、はい。是方さんが僕先生だったんです。あ、でも書いてありましたね。ずーっと習ってて。関西で。いや、東京まで来てたんです、大阪から。あ、そうだそうだそうだ。そうでしたね。是方さんのレッスンって、ブルースしかやんないんだもん。へえ。毎日界隈が2時間。古川さんのブログで出てくる人たちの有名な方たちがたくさん出てくるので、あれもめちゃめちゃ面白いんですよ。のりたけさんの話とかも、はい。一緒だったんですね、出身地というか。そうそう、彼が神戸、僕大阪。ある日、一緒に演奏活動、プロ活動もすでにされてたと思うんですけども、していて、ある日、東京に行くことになりました。のりたけさんがおっしゃって、どんな仕事するのって言ったら、スクエアに入ることになりました。それを教えてくれるまでに少しインターバルがあって、東京行くんですって言って、なんでって言っても、ちょっと今言えないんです、みたいな、そういう感じがちょっと残念です。まあ、向こうはほら、まだオフレコな。そうなんです。レコード会社も関わってるし、ね、バンドも大きいし、勝手なこと言えないから、ちょっと今言えないんですっていう、そういう感じがね、仲間感がちょっと溝が入ったみたいな嘘だけど、でもその、青春時代にはそういうのなんかちょっとした、傷つくみたいな。なんで言ってるんだろう。書いてありましたね。ブログ、本当面白いですよ。古川さんなんて、僕からしたら今もう、ね、こう、トップの大御所の方なんで。いやだ、大御所。若手、若手。ずっと若手がいる。ぜひ皆さん見てください。じゃあ質問を続けさせていただきますけど、もう噂でなんですけど、当時のスタジオミュージシャンの方ってめちゃめちゃ忙しかったっていう話をよく聞くんですけれども、古川さんとかも結構そういった世代の波の中にいたと思うんですけど、いかがでしたか？僕の世代、そう、確かに忙しい世代の最後の年頃かもしれないですね。で、スタジオセッションをやるミュージシャンと、ライブパフォーマンスをやるミュージシャンは、またこれも分かれてたんですよ。あ、そうですよね、そうですよね。今って、そんな差がないイメージなんですよね。なくなったっていうのは、仕事がなくなったからそうなっちゃった。いや、そうなんだよ。当時のスタジオミュージシャンって言ったら、本当にスタジオでずっと缶詰でレコーディングをひたすらしているっていう、そういう世代があるっていうのは、僕、後でしたんですよね。なんかもう僕がプロを目指した頃とかって、結構もうみんなライブもやって、自分のバンドもやって、で、スタジオもやってっていう方が増え始めてた頃だったので。アルバム作ってそのままみんなでツアーに回るっていう。っていうこともね。当時はスタジオでもう本当に次から次に。そう、それだけ仕事があったので、外に出てられなかったんですよね。ツアーっていうか、まあ東京でライブやるにはやれるけど、ツアー行っちゃうとレコーディングができなくなっちゃうから、そのぐらい仕事があったので、ツアー行くとレコーディングができなくなっちゃうから行けないんだよ。そうだからもう別々のミュージシャンでやってたんですね。だから、僕は24歳で初めてレコーディングに行ったんですよ。それが初めての1本目だから、その後ずっと忙しいわけじゃないけども、でそこからぼちぼち仕事が入り出して、まあ、30手前ぐらいになったら、やっぱりそのレコーディングだけで生計が立つようになってるっていう感じ。聞いた話だと、やっぱスタジオミュージシャンも当時はトップの方たちは疲れ果てたっていうような噂を聞くんですよね。結局はスタジオのはしごみたいなことになっちゃって。そうです。ドラムベースに関しては1日2本っていうのは普通にあったかもしれないし、まあ、3箇所っていうこともあるだろうし、2本っていうのはその別々のスタジオに移動してプロジェクトが違うってことですよね。でギターでも、ただまあドラムベースっていうのはベーシックレコーディング進めばダビングがない、ほぼないパートだから移動して次行けるんだけど、ギターってやっぱりダビングが関わってくると、あとちょっと時間が読みにくいでしょ。確かにね。でアレンジも行ってから決めるとかなると、でさらに今と違っていい具合にみんなでルーズで。めちゃくちゃルーズで、一時入りって言ったって一時に行ったって誰もいないとかなかなか来ないね、なかなか来ないねとか言って、僕もある人6時間待ったことありますけど、このぐらいもうみんなでルーズでボロボロでダラダラしてやってるから、はい、ギターダイビングしようかなんて言っても、それからやり始めたらもういつ終わるか分かんなかったり、やっぱりいいやって言われてなくなったりとかも適当な感じでやっぱりいいやはひどいやるだけやって、はい、やっぱりいいやダイビングとかいうようなこともあるし、あとそんなことやってると夜中までやっちゃう、朝までやっちゃうっていうのもいっぱいあったんですね。で、僕の頃でも一番多かった頃で、レコーディング行って帰ってきて、家着いた途端に電話が鳴って「ちょっと今から何してます？」って言われて「今終わって帰ってきましたけど、すぐなんとかすぐなんとか」ってまたそこから出かけていくとか。とか、あと昔テラっていうスタジオがあった時には、レコーディング終わって「ありがとうございました」って出たところで、隣のスタジオのレコーディングやってるインペクの人に「あっ！」って言われて「捕まえる？今何終わったんですか？」「終わりましたよ」「ちょっとお願いしていいですか？」って言って隣のスタジオ入って2本目とか。へえ、いや、そうなんですね。面白いですね。この話面白い。とにかく、あっていいですね。なんか虫みたいな扱いですね。今、ちょっとスケジュール電話しようと思ってたとこで。カブトムシ扱いですね。とにかくスタジオの仕事があったので、みんな、だからスタジオレコーディングセッションをやってることで忙しくて、生活してたんですよね。古川さん自身は、30歳前後は、いわゆるこのスタジオばかりの仕事が多かったってことですか？ここがまたちょっと、24歳の時から、高橋真理子さんっていうシンガーの人のツアーに入れるようになって、それはもう僕にとっては最初のビッグツアーのキャリアのスタートで、それをずっとやってたんですけど、真理子さんのツアーって年間僕が行った頃に80本あった。あ、そうなんですか。80本か。80本。で、真理子さんは2日以上続けて歌わないので、2日やって1日休んで、また歌うっていうことを繰り返すでしょ。で、ツアーに出るから、ツアーが80で、ディナーショーが夏と冬にあって、で、その移動と全部合わせるともう100日超えるわけですよ。軽く100日超えちゃうだけで。そうこうしてるうちに、俺は東京にいないミュージシャンみたいになっちゃったんですよ。4年間ツアーやったんだよ。4年ツアーやってるうちに、ほとんどの人が俺のこと東京にいないって認識し始めて、生活は安定するんだけど、もしマリコさんが何かの体調を崩してお休みになってしまったら、俺も一緒にお休みってなっちゃうでしょ。これはやばいし、東京の人は俺のこと知ってくれてない、これは良くないって言って、4年やった挙句にマリコさんに辞めるって言ったんですね。で、それが28ぐらいだったかな。辞めて東京にいて、東京に根付かなきゃいけないと、みんなに知ってもらわなきゃいけないから面白い話だな。なので、そっからまたちょっと無職になって、友達に「もうずっと東京にいるからね」って言って「レコーディングでやるから」って言って、またそっからポツ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 、やっぱ定期的に無職にはならないとダメなんですね。なってしまいますね。どうしても変化を生むには無職に一回ならないとダメなんですね。そうね、確かにそうしてきたね。面白い話じゃねえか。で、そこからは逆にこう30に向かって、もうスタジオだけっていうことをまあ中心にして、もちろん10本20本ぐらいのツアーには行くけども、中心を東京のスタジオっていうふうにしてやるようになったんですよ。これなかなかこう本当にそういう生活にいた人にしか質問できないと思うんですけど、なんかそのレコーディングの数とツアーの数と、古川さんだったらご自身のアルバムとかも作られてたんで、こうバランスをどうしたいとか、どうするべきだって自分でこう考えたりとかはしたんですかね。もともとからスタジオセッションをやりたいために東京行きたいって思ってたんで、だから僕の夢はスタジオに入ることなんでね、ステージの一番前に立ってわーって賑やかになってる方を選んではなかったんですよね、自分の頭の中に。だからスタジオをやるっていうことがメインだったかな。やっぱりスタジオをやらなくなってまで他のことやりたくないって思ってはいた。なるほど。でも例えばご自身のアルバムもたくさん出されてるので、そういったものはバランスとしてはスタジオの仕事がない時に作る、もしくはちょっとスタジオの仕事休んでてもご自身の作品を作るとか、そういうバランスとか。スタジオはね、基本はあれば行きますっていうふうにしてて、ただ自分のやりたい音楽をやるためにライブの方はお断りするっていうことは、アルバムを作ってる時はそうしたんですね。こんな質問をするのもやっぱりめちゃめちゃ忙しかったって皆さん聞くので、その精神のバランスを取るのって結構難しかったんじゃないかなと思うんですよね。本当に忙しいと思ってしまった時はありましたよ。もう疲弊していたってその松原正樹さんとかもやっぱおっしゃってたんで、これも僕疑問だったんですけど、そのスタジオミュージシャンでスタジオの仕事でツアーの仕事、これだけで僕ですら練習の時間とかが、いつするんだろうって思ってしまう時期がタイミングがあるんですけれども、で当時のスタジオミュージシャンの人たちって当然技術も高いしセンスも新しい音楽とかもいろいろ聴いてるし、でも生活を聴いたらほとんどレコーディングしてるかツアーをしてるか、ツアーしてたら曲も練習しなくちゃいけないし、それどうやって技術とかとこう維持というか向き合ってたんですか？振り返ってみるとどうしてたかなはい、朝の練習がルーティンになってるとかそういうことはあるけども、やっぱり予算が違うので制作予算が違うから、一番長いので言うと僕が、飛鳥さんのソロツアーに初めて入った時で言うとリハーサルが1ヶ月。制作予算が違うでしょ、はい、1ヶ月丸々、はい、それでなので今だったら資料が送られてきて、譜面も添付されてて、はい、音源も入ってて、はい、でリハーサル長くて5日ですみたいなところでしょ。そうしたら予習していくしか方法ないもんね。なるほど。予習して予習して、もうスタジオ入ったら、はい、とりあえず演奏できるようにしてて、あと固める作業に入らないと最後2日は通したいもんね。そうですね。気まずい思いしたくないから、そうそう、前日とか必死でね。俺のおかげでスタジオ待たすの嫌でしょ。だからそこのさ、だって30日だよ、レコーディング、ツアーのリハーサルが。そうか、なんかちょっと世界観違いますね。スタジオ疲れて6時間待ったみたいなのを伺った時に、その間のスタジオかかってますよねって思って、レコーディングスタジオの昔かけられてるお金が全然違うんだけど、回収できたっていうことですよね。仕事の量もあったし回収もできた。だからもう、もう僕もいっぱいそのシーン見てきたけど、当時はツアーの広報局っていうマスターリズムが できたら郵送されてきますよね。郵送されないこともあるし、音なんて来ない音来ないんですか？音来ないです。でスタジオリハーサル行ってから譜面が入って渡されることもほとんどだし、よかったら郵送されてくる、このバサッとね。でもみんなセッティング終わって譜面でこう破ってる、どれからやるみたいな。なるほど。もう全体に余裕があるので、そうこうしてるうちに覚えちゃうしっていう感じかな。音はなぜ送ってこなかったんですかね？まだできてない。できてないっていうか、選ばれてないっていうところ。重たいっていうのもあるのかな、カセットでこのみんな聞いてくれないとか送っても聞いてくれない。でもそのね、スピード感、ものに対する仕上げまでのスピード感っていうのは、これ多分音楽だけじゃないと思うけど、テクノロジーが上がると必ず体力って落ちるでしょ、人間って。どっかの能力が落ちるんですね。そうですね、必ず落ちてる。で今でも何でもテレビの仕事がある、ライブがあるって言っても必ずデータで音が先に送られてきて全部やるんだけど、当時のことを思うと何にも送られてこないって言っていきなりやるっていう、その集中力と完成に向かうスピード感っていう力はものすごい。一人ずつのスキルが高いのではなくて、集中力とスピード感がすごい。だからやっていけるっていう、そこが多分ね、この頃のスタジオセッションのミュージシャンとの差はそこかもしれない。そうですよね。なんだったら生演奏、録音放送とか、そういう生放送の演奏とかも今はかなり少ないですよね。少ないし、僕も歌の番組時々出たりするけど、やっぱり資料が送られてくるっていうことがね、普通だと思ってます。普通だと思ってます。いや、通常はテレビ局行って、で自分のとこ行ってセッティングしたらビューって譜面置かれて、そこからっていうのがもともとだったから、その集中力と完成に対するスピード感っていうのはみんな高かったんだと思うんですよね。そうですよね。やっぱ今修正が何でもできちゃうので、その修正の効かない一発の勝負力っていうのは、うん、昔の方と比べると全然違う、うん、そこのなって思いますね。そこが多分ねグルーブに出てくるんだと思うんですよ。なるほど。1回でいかなきゃいけないっていう、間違ってもね、間違ってもいいし、あと個人的スキルがそんな高くなくても、ここまであればっていうとこまであればみんな大丈夫なんだけど、ただ1回で最後までいかなきゃいけないっていうグループ感がみんな強かったな気がするんだな。そうですね、ありがとうございます。ちょっと変な質問なんですけど、僕結構興味あるんですけど、スタジオミュージシャンってやっぱ怖いんですかって聞かれたんですけど、怖いかどうか今結構優しい雰囲気だし、僕も今先輩に会っても怖い人っていうのはそんな多くないんですよ。ただエピソード聞くとやっぱ昔怖かったんだなっていう話が垣間見えるんですよね。それちょっとなんかお聞きしていいですか？怖い人多かったですね。多かったんですか？でも優しい人もちゃんと、半分ずつぐらいいたのかな。ただスタジオで一番偉いのはミュージシャンだったかもしれないですね。あ、そうなんですか。なんでか知らないけど、ちょっとどうだろう、あるいはエンジニアも含めて一緒に偉かったかもしれないけども、ただミュージシャンの偉さはすごかったかも。でもやっぱその職人が来てそこに任せているっていう世界観だったんですよね。職人たちの会話にわからない人が入っていけないっていう雰囲気ですね。福川さんも怖かったんですか？僕が怖い目にあったことは直接はないけども、はい、だけど僕の先輩の人たちのミュージシャンが怒ってるのはいっぱい見てで、僕に怒るわけじゃないんだけど、はい、結局スタジオの人一番多かったのは音が悪いっていう、鳥音がね。なるほど。鳥音が悪いと「なんだこれ」とか言って、出してるよね、取ってくれりゃいいんだよみたいな、そういう感じになって、だんだんこう上がってきて、そのうちガン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 とかピアノの音がして、こんな音で弾いてねえよ俺はみたいな音が聞こえたりして、俺とかその時まだ若いからシーンとしてどうしていいかわかんない感じ。そうなんですね。やっぱ聞いてみろとかね、大体怒られてるのはエンジニア。あ、そうですか。と、あと当時は今のプロトゥールスじゃないから、僕はもうアナログの一番最後の世代でスタジオ入って、もうすぐデジタルレコーダーになってるけど、パンチインパンチアウトっていうので失敗するアシスタントがね。ああ、そうなんですね。いるんですよ。今ここで失敗すると、もう最高のフレーズが取れたのに後ろかけましたとかね。でもそれは確かに怒りたくなっちゃうかもしれないですね。そうするとバーッてもうギャーってなるっていうような怖さ。はい、怖さ。なんか聞いた話だと、やっぱそのローディーさんとか、あそこも厳しい。ボロ雑巾だったって僕聞いたことあって。厳しかったでしょうね。もうありえないでしょ。今だったらもう裁判。裁判でパワハラ。完全にパワハラって言われるよね。あ、そうですか。これはリアリティありましたね。古川さんご自身は怖くなかったんですか？僕はそういうのを見ててあんまり好きじゃなかったので、事務所が用意してくれたアシスタントっていうのがいた時もあるんですけど、人がやってるのを見てて、で怖いでしょ、横にいる人も。僕の知ってる大先輩のギターの人とかでも、俺がツインになった時にガンガンガンって叩いたりする譜面だよね。でもうローディーが「うら!」とか言ってんのを俺が横で聞いて、俺もシュンとしちゃうみたいなね。で俺にはすごく優しくしてくれるんだけど、ああいうのを見てると俺怖いからやりたくなかったんだけど、だけど真面目には教えたけど、もちろんね、自分についてる子には真面目には教えたけど、時々は厳しく言うけど、でもやっぱしんどいね。ただ良さもあるというか、厳しさの中で学んできた人たちなんだなって思うこともあって、それは確かに僕なんかもその先輩と一緒にちょっと演奏させていただく機会の時も、僕にはすごく優しくしてくれるんですけど、ローディーさんにはこうピリッというか、かなりこう緊迫感が出るんですよね。いやだってパンチキック見てますよ俺は。ああ、そうですか。パンチじゃなくて本当のパンチが。はい。もうこれとかこう一生懸命片付けてるのにさっさとやれよとか言ってる、はい、ああもうなんか怖いよ今皆さん優しくなりましたよね。もうね、そんなことしたら来てくれないからね。今は皆さん優しくなってるんで、昔話ですね。そうですね。そういう緊張感の中でやってた時代の話ですよね。まあ良き時代っていうことでまとめて。良き時代。はい、ありがとうございます。この話面白いんだよ。あとみんな俺は優しかったよって言うんですよ。あ、本当に誰が言ってるの？誰かでもなんかみんな言ってるから、あれじゃあ誰が厳しかったんだろうみたいな。ここではちょっとまあこれ使えないですけど、知ってます？わかんないです。これもだってもうみんな分かってる。あ、そうなんですか。僕、あ、じゃあもう絶対使えないけど、はい、もうはい全部が。続きまして、はい、最近の特にギターに関するデジタル製品がかなりもう使ってる方が増えたと思うんですけれども、はい、どういうふうにこう向き合ってるとかお考えとかお聞きしていいですか？僕はね、はい、デジタル製品は根本的にはテレビでしか使わないです。あ、テレビで。なるほど。場所が狭いとか、うん、立ち位置のね、自分の立ち位置の場所が狭い、プラステレビの方からもう LINE でお願いしますって指定されちゃうでしょ、はい、もうじゃあしょうがないなっていう感じ、とってもいいとは思いますよ。うん、なんか個人の気持ちとしては、そのスタジオとかで、まあ、やっぱりイヤモニよりも生音の方がやっぱどうしてもテンションが上がるんですけども、生音だったらアンプ鳴らしたくなっちゃうなっていう。そうでしょうね。ですよね。で、イヤモニだとどうでしょうか。そのやっぱそれでも差は結構感じるんですかね、アンプ取りとああいうデジタル製品。ね、裏腹に、はい、デジタル製品っていうのは自分がエディットした音がそのまんま聞こえるでしょ。はいはい。そのまんま前にも送られるでしょ。はい、例えばテレビだったとしてもそのままオンエアされるし。一番出てくる音で自分が作ったまんまなのはデジタル系のボードですよね。で、アンプで音鳴らすと自分は気持ちいいのに、はい、取られた音がなんだこれっていうようなことがあるのね。テレビなんか特にそうがあって。で、その場は本当に気持ちいいのはアンプの音なんだけど、出来上がりの音に関しては、デジタル製品だったら、8割9割満足感。で、そのまんま、モニターも出来上がり、同じ音。アンプってちょっとワイン的なところがあって、思ったより良かったり、自分はすげえここ気持ちいいのに、出来上がった音、しょうもーみたいなね。うん、もうあと、どうなるかはちょっとだけ賭けみたいなところがあるんだよね。じゃあ、基本的には今はテレビでデジタル系。テレビの時はデジタル系ですね。僕はヘッドラッシュという。ああ、そうなんですね。ずっと気に入って。ヘッドラッシュ自体珍しいでしょ。比較的そうかもしれないですね。みんななんだろう、ヘリックス。ヘリックスか、ケンパーのフロアも最近出てるので。そうですね。でもやっぱみんな悩んでると思いますね、正直。僕はみんなと同じように YouTube で音チェックして買ったんですけど。ああ、そうなんですね。自分で演奏、デジタルもんって店で試奏したって分かるの？絶対分かんないでしょ。到着後しばらくなんかいい音出ないと思います。うまくいかなくて。やってしまったって思う。ムカンさんも一緒なんですね、そこは。20万以上お金払っといて、それ特に家族に言い出せない。やっちゃったなって自分の中で思って、もっと頑張れってエディットしてる。めちゃめちゃ上がる。すごく興味深いのがあって、ヘリックス、フラクタル、ヘッドラッシュ。ああ、なるほど、なるほど。はい。の、クリーントーンを比べるっていうのをやってて、そしたらダントツ僕が気に入ったんですよ。ヘッドラッシュが。ああ、そうなんですね。デジタル機器ってもう、はっきり言って、ディストーションだけだったら、そんなにストレスないです。みんな。でもクリーントーンは、ものすごく大変ね。ギターを、アンプに直接入れたっただけの音を作るのってすごい大変でしょ。まして古川さんみたいにもういろんなアンプ使ってきた方だったらストレスが大きいでしょうね。クリーンがしんどいよね。僕も言ってしまえばそういう製品を手に入れた後に真空管アンプをいろいろ買い始めました。本物をもっと知りたいっていうか、やっぱちょっと鳴らした空気感をもっと感じたくなっちゃうんですよね、デジタルを。だから特に歪みが強いほどデジタル製品は、まあ、気にならないことが増えるんですけど、クランチとかクリーンに近づいていくほど、そうなんだ、ダメなんだよね。ペタンってしてね。ぺったんこになってきちゃって。まあ、その中でね、一番ヘッドラッシュのクリーントーンが良かったのと、簡単っていう。触るんですね。ヘッドラッシュは触ったことなかった。もう、基本 iPad と同じ状態です。ああ、タッチパネルですもんね。こうやって、もうずらして。そうなんですね。ありがとうございます。デジタル製品。いわゆるスタジオ系のギタリストの方って、ジャズ系の演奏はやる、そういうのもやるっていう方が多いと思うんですけど、クラシックギターも弾きますとか、弾けますとか、まあ、経験がありますっていう方って、割合としては僕はちょっと少ない印象なんですね。だから、やっぱりクラシックギター奏者の方はクラシックギターの音色をすぐ出せるし、僕なんかでもそのクラシックギター的な演奏をレコーディングで求められた時に、それはできないんですけど自分なりのっていうところまでの範囲でしかできなかったりするんですけど、ちょっと、まあ、僕の認識では古川さんってクラシックの演奏もできてしまうっていうような印象。今でもスタジオミュージシャン的な活動をしている僕の同世代のミュージシャンでも、たまにクラシックギターの演奏もちゃんとやってきたっていう人がいて、そういう人ってやっぱりちょっと仕事のなんていうかこう増え方とか横断のされ方とかも結構違う印象があって、でやっぱその音も綺麗だし、僕からすると根本的にもう違うタッチの良さとかそういう印象を受けるんですけど、その古川さんの印象だとクラシックギターも弾けるセッションミュージシャンと弾けない、まあそこまでわからないっていうミュージシャンの違いであるとかメリットとかご自身で感じてた部分って何かあるんですか？アコースティックギターに対してっていうよりは、僕はそのね、言っていただいたようにクラシック音楽を勉強してきた。クラシック音楽をある時期はクラシックのギタリストになろうとしていたので、そうなんですか。16ぐらいまではそのつもりだったんだけど、でもクラシック音楽を真面目に勉強しながら休憩する時に、じゃあ他の子として遊んで休憩するのかっていうんで、休憩する時にエレキギターはリラックスできるし、自分のおもちゃだったしみたいな、まあおもちゃっていうような低い問題じゃなくて、本当に自分がリラックスできるためにベンチャーズを弾くっていう感じだった。クラシックギターの合間にベンチャーズを弾くんですか？でも僕にとってはどっちでもいいみたいな感じで、まあ最終的にポップミュージックの方が勝っちゃったんだけどだからその後でね、僕もプロになってからいろいろ不都合が生じるんですけど、クラシック音楽をやることでアコースティックギターが弾けるんだけども、皆さんと入り口が違うんですよ。例えばアコースティック音楽をやってきた人にとって絶対わかる通る道っていうのがあるでしょ。アメリカのフォークはこんな歴史があって、日本のフォークはこんな歴史があって、スリーフィンガーやってみたいな、一切知らないから、それを。なるほど。ただクラシック音楽を勉強しただけだった。ただなのでギターはコントロールできるっていうフィーリングのことが分かってないんですよね。あとはもうそれ仕事やりながら、仕事が来てから寸前に一夜漬けでガーッと聞いて、あ、こんなものとかこんなものとかっていうのを繰り返して覚えただけで、そういうふうにみんなとね、入り口が違うっていうのはすごくたくさんあったんです。みんなの中で常識、こんなの聞いてきたよねみたいな、全く違うところにあって、これ聞いたよねなんて話されても、ちょっとわかんないけど、僕はカラヤンとベルリンフィルのタンホージャーって大好きで、めちゃくちゃ聞いたなとか、これぐらい認識が違って、まあでも本当言うと全く違うとこから来たからこそ、一個のものをバンってやってもコネクトできるっていうとこが最高に幸せなもんでしょ。みんなが同じっていうよりはどっちの方が幸せなんだけど、急に同じ絵を描いたって描けるんだから。でもみんなで同じものをやってきた人たちも同じ絵を描けるんだけど、全く違うところから集まっても同じ絵が描けてしまうっていうのはすごい幸せな場所なんだけども、話が時々分かんないっていうことがよくあって、そうなんですね。僕勝手なイメージなんですけども、クラシックギターやってきた人たちってそのやっぱテクニックが、その指のテクニックがだいぶこうレベルに差があるというか、クラシックギターやってきた人は高いので、高いレベルにあるので、苦労がないように見えたんですよね。まあ若干ね、トレーニングはすごいと思う。クラシックギターにかかわらず音楽っていうのは、奏者に合わせて書いてるのじゃなくて、もう書いてあることに合わせてみんなが練習するから、だから当然そのスキルがこうでなきゃいけないっていう形に向かうでしょ。できない、その曲ができないということは自分がテクニックがないってことになっちゃうから、はい、もうその曲に向かって自分を上げていくっていうトレーニングね。なるほど、うん、だからそこはポップスとちょっと違うかもしれない。そうです、ポップスはもうなんならギターを弾きながら作った曲が多いですもんね。で自分ができないなら人によってはまあ俺はできないから諦めちゃったとかね。逆にこうクラシックをやってきた人間とすると、それをやってきてない人間の演奏を見た時にフィンガーピッキングとかのレベルの差ってやっぱすごく感じるもんなんでしょうか。これちょっと僕の方からするとすごく高く見えちゃうので、はい、どこまで分かるかっていうのは、はい、僕もちょっと分かってないけど勉強したでしょっていうのは分かるね。そうですね、見てると最近本当に僕も何人も知ってるから、はい、クラシックギターやったねって分かっちゃうね、やった人は。そうなんですね、なんでしょうね、タッチと間の取り方とか。でも一番はやっぱ音色の綺麗さですかね、うん、発音はね、はい、すごいこだわられるから、うん、あとまあ爪使います、ね、あ、そう、これもいろいろ聞きたいなと思ったんですけど一時期高校の頃はクラシックギターやってて、その時は爪を伸ばしててこだわりがあったんですけど、まあ、ある日、シンガーの爪のない、指で弾いているピッキング、アルペジオがすごく美しいなと思って。うん、爪の良さもあるけど、あの音は出せないと思った時があったんですよ。その通り俺はもうクラシックでスタートしてずっとそのまま来てるから、はい、ずっと爪なんだけど、はい、もう言う通りね例えばブラジルっぽいやつ、はい、爪が あることで妙にエレガントになってブラジルっぽさが出ないとかね。あ、なるほど、うん、ブラジルの方って結構切る方も多いってことですか。ない人も多いと思うんですよ。それでクラシック音楽の方から見ると、はい、ちょっと雑な音色のガッとギターがね、はい、クラシックの音じゃないんで、うん、ただもうあんな音は爪がある限り出ないんですよ。はい、そう、僕それでいろいろどちらにするか悩んで、うん、でピアノとかちょっとベースも弾くのでっていうのと、エレキギターだと爪ない音の方が好きだなって思う瞬間もあったりして、いろいろ複合的に考えて。ね、まあ、親指はまあ伸ばすこともあるかもしれないけど、うん、あとは今は切るっていう感じにしていてですね。でちょうど今日古川さんインタビューさせていただいてるんですけど、この間小沼洋介さんに、ちょっとインタビューさせていただいて、小沼洋介さんも爪がないピッキングで親指だけ伸ばしていたりとかする方なんで、でガッとギターとかもすごく弾かれるので、やっぱここはなんかすごく僕も質問したくなっちゃうことなんですよね。まあ、それで爪がないのを選んだとはいえ、基本的には爪のある人の演奏を聞くといつも羨ましいです。はい、いつもいいなって思いますね。爪がある方が若干パワーは楽。そうなんですよね。その音色はね、爪がない音色っていうのも確かに魅力的なところがいっぱいあって、うん、曲にフィットするやつもあるし。そうですね。うん、ちょっとパワーの部分で言うと、そうです、しんどい時あるね。ちょっと言葉が音楽にふさわしくないですけど、なんか攻撃力では勝てないと思うんですよね。爪がある方には。うん、まあね、でも、まあ、でも、すごい人いっぱいいますからね、爪なくてもね。ありがとうございます。そうなんですね。クラシックギター、なんかやっとけばよかったんじゃないかって思っている、スタジオミュージシャンとか、そういうセッションミュージシャンって結構多い印象なんですよね。その、フィンガーピッキング悩むことが多くて、僕ももっとやっとけばよかったなって。あ、でも、ベーシックやったでしょ？いや、だからあと自分で。はい、そうですね。頑張ります。じゃあ、続きまして、はい、この古川さん、今現在行われているそのご自身のプロジェクトとか活動予定についてお伺いしてよろしいですか。はい、今後の予定というか。まあ今時代が時代であんまりですよね。はい、これといって予定がないんですけど。すみません、変な質問して。すみません。まあ直接レッスンをね今までやってたんだけど、はい、この頃やらなくなって、はい、で、まあ、一方的に。動画を撮って、はい、相手のことを気にせずに僕はこうやってます的な一方的な動画を撮ったり、はい、テキストを書いたりして、ね、はい、でそれをまあアップしたりすることが始まったので、まあ、ワンウェイ塾って言ってもう完全にもう、はいはい、僕のやってきたことを、はい、まあ参考になればどうぞっていう僕一つ買わせていただきました。あ、本当ありがとうございます。そうです、そうです。グルーヴを、うん、どう感じてレコーディングするかっていう最近アップされていたものなんですけど、参考になりましたね。本当ですか。タイトに弾くっていう時の気持ちと、それからまあルーズに弾くっていう気持ちを切り替えて、レコーディングするとこんなに違うんだよっていうような内容だったと思うんですけど、あれでもあれをできる人って限られると思っててでも、はい、本当にこれから参考にしてほしいのはボーカリストって、はい、直接の楽器を触るミュージシャンに比べてボキャブラリーがない人が多いんですよ。はい、ボーカリストがですかね。例えば「あそこの音半音違う D だよ」とか、うん、そういうこと言えないでしょ。言えない人が多いじゃないですか。言える人もいるけども、どっちかというと歌うことに専念してて、あんまり音楽的ボキャブラリーがなくて、うん、説明がうまくいかないことが多くて、うん、でそんな中でこのことがいっぱい出てくるのは「あちょっとテンポが遅い」とかね。でもね、テンポなんていうのは今日体がだるい日は速くなっちゃうし、はい、元気のいい日は遅くなっちゃうし、走ってきた後なんてもっとテンポ速くなっちゃうしとか、はい、心配事があると当然速くなるとかね。とにかく体調が悪いとテンポ速くなっちゃうでしょ。そんな中で僕らは仕事するわけでしょ。はい、でなんか今日テンポが遅いとか速いとか言われるんだけど、本当はそうじゃないことで解決できることが必ずあって。はい。で、まあ僕はよく使うことがトップで弾くっていうのとジャストで弾くっていうのと、まあバックで弾くっていうことはあんまり僕はしないけど、はい、トップで弾くだけであそうそうっていうことになることがあるんですよ。なるほど。で同じメトロノーム聴いてても、はい、僕が聴いてるボーカリストは聴いてないにして全く数字変えなくてもあちょっと遅いって言われたらトップで弾いてあげる。それは時の動画ではい、テキストで言うと。1だけ気にするってやつ。何が何でも1は落とさないっていう、はい、1ってやった後に234の間ぐらいは 歌見てて、まあ軽く見ててあげて、うん、だけど歌がどんなにこうなってきたってここって1だけはちょっと歌に微妙におかしくても1って1だけ出してあげると、はい、すごい安心して歌うんですよ。それで、はい、あこのテンポでっていうようなことがあるので。はい音楽は数字のテンポの数字だけじゃないっていうことね。まあそれを説明したくてあれ作った。あれはちょっとはいすごく参考になりましたね。レベルの説明をできる人ってやっぱり限られると思ってるので、なかなか通じにくいかもしれない。僕はできないです。微妙なノリの違い。はい。ただそうですね。聞き比べるとやっぱ四分を感じて弾く、八分を弾いて弾くの方がやっぱだいぶタイトで無機質な。わかりやすいしね。でもまあ。オケにはピタッと合うから、なんだったらひょっとしたら打ち込み主体の音楽だったら合うのかもしれないとか。曲調によってはそれでいい。で、その2つが最初あって、その後トップとか、あとちょっと名前があるんですけど。スネアに合わせる。あ、そうですね。スネアだけを聴いて。その時、だいぶ世界観変わりますよね。変わりますね。ルーズって言っていいのか、リラックスというか。リラックスしてくるから。はい。参考になりました。ぜひ皆さんも、あれ、はい。見ていてください。さっき言ってた個人レッスンは今後される予定とかあるんですか？やります。やりたいと思ってるので、じゃあ皆さんぜひはい。Facebook とかウェブなんなりとちょっとご紹介していきますので。でもちょっと待ってください。古川さんが募集したらすぐ埋まっちゃうと思うんですけど。そんなことないんですよね。本当ですか？今まではね、プロフェッショナルギター塾みたいなことやってて、オーディションまでしてやってたんですよ。そうなんですか。本気でやれよみたいな感じで、ね、そこに来てくれた子たちの中で2人はなんかお仕事をしてるかな今。それいつからやられてたんですか？それは僕ね2015年に1回ロサンゼルスに引っ越してくるって言って行ったんですね。ああそうなんですか。その前2年ぐらいかな2013年ぐらいかな。なぜ引っ越されたんですか？まあいっぱいあったんですよ。その、原発が爆発しちゃったりとか、ね、もう東京住むのやめようかとか、プラス、皆さんには夢がなくなっちゃうけど、レコーディングセッションの仕事がもうどんどん減ってきてるから、東京にいなくても大丈夫かなとか、例えばライブツアーしかパフォーマンスの仕事がないんだったら、その時戻ってくれば、マネージャーが仕事をちゃんとしてくれてれば、はい、ツアーはどっからやっても行けるし、逆に夢がある話に聞こえてきました。アメリカに住んでツアーの時だけ店舗に戻ってこようかな。でまあ2ヶ月東京にいますといえばその間はレコーディングもできるしみたいな感じで、ただ誰にも黙って行った。ああそうなんですか。あんまりこう行ってきますって言うと仕事一気になくなる。あの人もういないとか思われるのも困るんで、まあその頃ね行く前に。プロフェッショナルギター塾っていうのをやって、オンラインでの活動なんですけれども、そのワンエイ塾と、あとツイキャスもやられてますね。ツイキャスはまあライブ配信ということで、やってますね。そんなやってるっていうほどのことじゃないです。今度3回目。それもだから僕がやってるのは有料ライブ配信でもあるので、ゲストをいつも呼んで、今のこの話に近いような、まあ、ミュージシャントークみたいなことを。もうそれこそ森戸周樹さんとか、ドラムの今度江口さんとか、はい、ですもんね。もう本当にトップで活動されてきた方たちとの話、僕らでないとわからない話とかあるじゃないですか。あんまりどっちかっていうとみんなに言えない話もいっぱいあるんですけどそのギリギリのとこまで話してみたりとか、はい、限定のギリギリの話が聞けるわけですねでプラスちょっと無理やりセッションをね、だから音楽をずっと聴いてもらうっていうよりは、まあ、今のミュージシャンの生の声みたいなプラス、はい、今度だって江口信夫さんってやるけども、でもドラムとギターだから無理やりでしょセッション的には。でも、はい、そこもまた楽しんでもらえたらなと。ツイキャスで古川さんの名前で見つかるんですね。はい、古川正義ストレージライブっていう。はい、皆さんぜひチェックしてみてください。あとはもしそのじゃあ希望される方がいた場合はどうやってご連絡すればいいでしょうか。ジェットワンっていう会社があるんですよ。はい、ずっとそこでやってて、はい、でジェットワンで、ギター塾っていうのをやってきたんですね。はいはい、でそこにジェットワンにちょっとサイトで問い合わせていただくと、はい、でまあ僕が1番目にやり始めて、その森俊之もジェットワンでやってますし、はい、あと江口さんもやってる。あとベースは大神田君ね。であとほら田中義人。あ、そうなんですか。義人ですね。田中義人君もジェットワンでギター塾をやってる方。あ、そうなんですか。そうなんですよ。だからジェットワンっていうところにまず JETONE でジェットワンに問い合わせていただけると。もう問い合わせ大丈夫なんですか？大丈夫です。あ、じゃあぜひ皆さん問い合わせてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ、